皆さんこんにちは。今日はこちらの新型ホンダステップワゴンの EHEV、 こちらは16インチの車になります。今日はこちらの方の高速道路での走りのインプレッションということで、まあ、16インチと17インチとでの走りの違いについてを今日はご紹介をしていこうと思います。今日もこちら ETC のセットアップがまだ終わっていないので、一度ちょっと料金所の方を停止したいと思います。はい、それではスタートしたいと思います。はい、でまずこちら料金所入って、まあ、加速しましたけれども、やっぱり相変わらずエンジンからの放射音というのはしっかりと抑えられているというのを第一印象感じます。これはもう明らかに先代と比べるともう比較にならないぐらい静かです。で、大型トラックの追い越しなんかもしっかりとできるということになっています。で、こういった高速道路の橋桁の継ぎ目、まあ、こういったところでも全く不快を感じない、突き上げ感っていうのも全然ないです。で、16インチなので17インチに比べるとこう高速のその安定性という意味においては少し劣る部分というのもあるということも考える方もいらっしゃると思うんですけど、ステアリングのこのフィーリングとかね、インフォメーションとか、まあ、そういったところしっかり感っていうのがこう今一つ乏しくなってくる印象っていうのがあるというところもあったりするんですけど、全然その辺も全く感じないです。非常にしっとりとしていますし、特にステアリングがこうブレたりするっていうことも全くないし、もうやっぱりなんか17インチのプレミアライン私乗った時よりもなんかね、16インチのこの車なんか個体差があるのかもしれないんですけれども、やっぱロードノイズはね、さすがにね、17よりも16の方がね、静かなような気がしますね。なんかより一層しっとりしてる感じっていうのが、なんかその差がね、ちょっと分かります。乗り比べると余計に。で、安定感っていうのも、すごく高まってんのかな。少し最低地上高が5ミリ違うんですね。こっちの方がちょっと高いのかな。150あるんですけど、で、プレミアムラインが145でちょっと落ちてるはずなんで、どちらかというと、走り重視になってるはずなんですね、プレミアムラインの方が。でも僕思うんですけど、個人的にこっちのスパーダの方がね、なんか走っててよりこう車のね安定感というのをね、なんかねちょっとね感じますね。まあ、その辺ちょっと個体差かもしれないんですけれども、非常に乗ってて安心感が高い、まあ、どこまでも飛ばしていけるようなそういった印象があります。で、今回これスポーツモードっていうものがついてなくなっちゃったんで、イーコンでこのように車線少しこう出ちゃうと自打つ機能が働いて、ちゃんとこのような形で戻ってねっていう形で操作してくれる、はい、でもうちょっと走っていきたいと思うんですけども、これ今ベタ踏みなんですけど、もう全くエンジンの過信力音放射音を感じない。で、こういったところで減速するときなんかは B モードを使うというのがすごくいいです。こういった高速道路なんかですと結構便利だったりします。 B モードをこう使いながら走るっていうのも結構ありかもしれないですね。なので高速ツーニングするときなんかでもやっぱりこの B モードっていうのは一般とでもすごくスピード調整する上でストップアンドゴーと続くような少しこう混んでる道とかでもすごく使いやすいんですけど、こういった高速道路なんかでもこうアクセルをこう離してやると回生力が働きますので、すごく使いやすい。で、しっかりと EV 入ってくれますし、重放電の効率なんかもまあ当然上がるということもありますので、これはすごく、ね、使いやすいです。最後に少し宣伝になっちゃうんですけど、このように高速道路でもこうやって YouTube が見れてしまうということができます。で、これ
車速センサーを特に殺してるわけじゃありません。こう見ていただくとこのようにパノラマ、このモニター映りませんので車速センサー殺してるわけじゃないんですけれども、このように今、まあ、このぐらいの領域でしたらねいいんですけど、テレビはまあもちろん見れないです。ですけどこのように YouTube が見れてしまうということ、こういったことができます。まあ、これ今回のこれオッドキャストというやつなんですけど、今回はこれマイクロ HDMI がつくようになって、あそうか ETC じゃないんですね、これねマイクロ ETC、 マイクロ HDMI がつくようになってリア席もつけられるようになりましたので、またこちら詳しい情報は後ほど別動画でご紹介をしていきたいと思います。所沢インターで見たいと思います。こういった、まあ、イーコン今今回オフにして走ってるんですけど、やっぱりオフでイーコンオフだとより一層安心感というか、やっぱり排気量としては、まあ、315Nm ねありますんで、 RP5 の時もそうでしたけど、なんかもう排気量が3リッタークラスの車に乗ってるような、だから NSX の 3.2 リッターのタイプ S と同じ 3.2 リッターの車と同じ登録がありますので、まあ、出力はねやっぱり少し184馬力ということで、システム出力としては200馬力ぐらいなので、まあ、ちょっと頭打ち的なところっていうのは、まあ、あるんですけど、正直なところね。だから伸びという意味では瞬発力は高いけども、伸びはちょっとやっぱりね200馬力ぐらいなんですけど、で200馬力でこの巨体を走らせるっていうことがありますので、ね、やっぱそういった意味では少し伸びは物足りなさっていうのはありますけども、まあ、瞬発力っていう意味で言ったらもう全然高い領域で走ってくれますので、でちょっと今こういった路面が少しこう荒れてるような状態のところでだったんですけど、ちょっとこう車が少しこう収まりが悪いというか修練性が悪い印象っていうのがちょっとこうあったかなって気がするんですけど、まあ、17インチもね少し車速をこう上げていってしまうと、まあ、水澄ましのようにスーッとこう車速が伸びれば伸びるほどこう安定するっていう、ちょっとそこが正直前回の動画ではちょっとお話しなかったんですけれども、ノアボクシーと違うところです。ノアボクシーはもう車速を上げていけば上げていくほど車が落ち着くんです。そこがだからもう欧州車っていう感じなんですけど、まあ、ステップワゴンはやっぱり少しプラットフォームがね RP と共有しているプラットフォームということもありますので、やっぱりまあ普通に走ってる分にはいいんですけども、やっぱり少し車速を上げて走らせていくとなると、少しちょっとこう落ち着きがなくなってくるっていうのがちょっと正直ね出てくるところではあったりするかなという気がします。なのでセッティングで結構車のその安定感というのをまあ今回保ってきてるのかなっていう感じが少しあるところかなという気はするかなとは思います。ただまあいずれにしても全然いい車で、私もこの白のステップワゴンのスパーザだったら全然いいなってやっぱ個人的には思う車で、買うんだったらやっぱりこの車が欲しいなということを今回感じました。はい、ということで今回はステップワゴンのスパーザで、こちらは16インチ仕様の車になりますが、こちらの方のインプレッションを今回いたしました。ということで今回はステップワゴンのスパーダの EGV、 こちらの方の高速道路のインプレッションということで、まあ、主に17インチとの走りの違いについて今日はご紹介をいたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っております。また最近では車のガジェット系にも着手しておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。